始めていきたいと思うんですけども、はい、まず自己紹介お願いしてもいいですか。はい、大分県の佐伯市というところで文字ひで整体をしています野口貴文と申します。佐伯市聞いたことないですねもう海と山と川ですね海と山とか全部あるじゃないですか、最高ですね先生は開業してどれぐらいになるんですか。今1年半、8月からだったので1年半ぐらいです。1年半ぐらい。おお、今は完全自費ですか。そうですね、もう自費です。でちょっとどういう状況なのか聞きたいんですけど、だいたい治療時間としては何分いくらぐらいしてるんですか。はい、今は治療時間が30分で1万2000円ですね。1万2000円でやってるんですか。そうですね。知らん。で最初からこうだったんですか。いや、もう最初はですね、もう値段上げることにビビりまくって、最初、まあ、回数券使ったら1回あたり3600円とか。あ、じゃあその辺の話は後でじゃあ聞きましょう。はい、すごいね。そうですね。で、まあ今、僕の一人治療メソッド入っていただいてるんですけども、はい。野口先生、いつから入られましたっけ。いつだろう、年末あたりですかね。じゃあ年末じゃないですね、9月か。11月、12月ですかね。そうですね、11月ぐらいですよね。はい。今、メソッド行ったのが、3回うん、なんかそんなもんですよね。ですね。この適当な感じでいいのかって感じですけども。さあ、その、メソッド入ったってことは、まあ、当時、状況があまり良くなかったから入られたかなと思うんですけど、うん、はい。どんな状況だったんですか、当時の状況として。そうですね、まあ、先ほど言ったように、まあ、安い単価から始めて、まあ、うん、今、無料の動画でいろんな情報やっぱ溢れてるからですね。うんうんうん、まあ、自分でできるだろうっていうのが本音だったんですよ。ああ、なるほどですね。自分でできると思ったよね。お金、はい。お金払わなくても。うんうんうん、まあ、こんだけ情報あるからいけるだろうと思って自分でやってて。うんうんうん、でまあまあまあ、ある程度は生活できるかなと思ってたんですけど、うんうん、もうどうしても100万円の壁っていうのが、うんうん、なかなか超えれなくて、なるほどですね。じゃあ、100万の壁を感じたところ、どれぐらいまでは行ってたんですか。もう粘って粘って1年頑張ったんですけど、はい、もう無理だったんで。どれぐらいだったんですか、大体。ですね、まあ、いい時は90とか行ったことはあったんですよ。でもやっぱ安定するわけじゃなく、やっぱ50だったりとか。まあ、平均すると50万ぐらいだったわけですね。そうですね。で、もう、これはもう、やや言ってても仕方ないと思って、うん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 、もうそこで区切りをつけて、何かこうコンサルに行こうっていうのはもう考えてました。なるほどですね。そっか。じゃあ当時はもう完全我流というか自己流でやってたんですか。そうですね、まあ、いろんなところから情報を聞きながらですね。なるほどですね。でもその当時自己流の当時は一体どんなことしてこられたんですか、自分なりに。まあ、例えば料金表とかも、はい、まあ、松竹梅とか言うじゃないですか、まあ、3つ見せて真ん中買わせるみたいな。はい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 ああいうのやってみたりとか、そういうなんかコンサルでよう聞くような無料でやってるようなやつをやっぱ試してはやってた。あ、いろいろ試すのはしてたんですね。そうですね。じゃあもう知識だけはめっちゃすごかったんじゃないですか。そうですそうですなるほどですね。いろいろテクニックは試してた。なんか先生セミナーとか行かれたりはしなかったんですか。なんかこう今やったらいろんな塾とか、例えば単発とかでもあったりとかすると思うんですけど、うん、はいはいはい、そんなに行かなかったんですか。いや、無料の塾は、なんかそのフロントインとかですね、なんかそういうの行ったことはあるんですけど、なんかこう行くような決心がつかなくて、あ、まあまあ、それは多分自分でできるだろうって思ってたのが多分一番だと思うんですけど、うんうんうん、結果できなかったですね、なるほどね一人じゃ集客に関してなんかご自身で努力されたことあるんですか。はい、今までその行くまでですか。そう、当時その苦しんでた当時は、まあその田舎だったんで、はい、ホームページはまず無理だろうと思ってたんですよ。ほう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 。でやったけど、まあ、PPC ちょっとかけてみたけどよくわからんしまあじいちゃんばあちゃんにその来てくれる人に話してもホームページなんか見たことないわっていう人たちばかりで、で、まあ、チラシオモでオフライン主でやってたんですけどまあ、なかなかその最初は当たるけど続けてとこ行って、うん、まあ、やってみろって話でいろいろ教えて PBC の回し方を教えていただいて、うんうんうん、
やったら、まあ、予想以上にそこからの反応あるっていうのはびっくりしました。ああ、なるほどですね。なんで1000やつだろうなっていうのが、もったいないですね。まあ、ちょっとまあ当時のことをちょっともっといろいろ聞きたいんですけど、はいはい。野口先生の当時って僕もそんなに知らないと思うんですよね。うん、うん。だから単価とかもどれぐらいでしたんですか？今、ね、今は1万2000円ということ僕も驚きですけど、はいはい。当時はいくらぐらいだったんですか？まあ、通常料金は1万2000円って書いてるんですけど、うんうんうん、まあ、高い高いってやっぱ言われるんですよ。うんうんうん、で、もうそっから最初が、一応表は2回目以降も、初回1980円、はい、2回目以降も4800円とかにして、あで、回数券買ったら6回券で1回あたり3600円とか、で、1時間してました。うお今考えたら地獄のようですけどね。本当ですね、自分で地獄にしていってますよね。そうですね。なるほど、まあ、この状況でも嫌だってなったわけですね。いやー、なりましたね、本当に。で、まあ、そうやってなんか自分を変えたいと思って、はい、まあ、環境を変える決断をされたと思うんですけど、はい、なぜ僕の一人治療院メソッドを選んでくれたんですか？たくさんあったと思うんですよ、選択肢って、うんうん、そうですね、まあ、本当にいろんなコンサルの、まあ、その動画とかも見てたし、はいはい、いろんな情報も知れてたんですけど、はい、前川先生はこう惜しみなく、やっぱいろいろ情報提供してくれてるってのはやっぱ一番大きかったんですね。で、まあ、なんだろうな。やっぱ人間らしさが。なるほどですね。はい。なんかもうそれ僕は言わせるみたいな感じじゃないですか、その人間らしさと笑われたら。いや、本当になんかこう、最初はなんかこう、なんだろうな。人間らしさが出すぎて、頼りないのかなって思ってたんですよ。あ、はい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 。でもなんかそっかいろんな情報をこう惜しみなく与えてる姿だったりとかを見てるとなんか、あ、この人だったら本当になんか心から相談できるな、なんか惜しみなくちゃんと自分が困ってることを親身に答えてくれるだろうなっていうのがまあ一番大きかったです。それはなんか僕の動画とか見てくれてて感じてくれたんですか？そうですね、一番そこでした。で、まあ、あとはその生態だけじゃなくて、はい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 、まあ、他のもうちょっと広く捉えてる、なんかそれがまあ一番なんかそこだけでなんか何だろうな、コンテンツで売ってるだけじゃなくて、なんかその人の人生をどうか しようって思ってくれてるっていうのはやっぱ大きかったなと思います。なるほどですね、ええこと言ってくれますね。そうですね、そう思います。で、まあそういう経緯があって僕のメソッドね入っていただいたと思うんですけども、まあ、入ってから先生はどのようにしてこう変化起きていきましたか？はい。まあ、それこそ入る前は、それな、まあ、月、まあ、その50とかですね。はいはいはい。あったんですけど、まあ、最初に、まあ、わざわざ、この、飛行機乗って大阪行って、一回受けて帰ってきて、もうその月から売り上げ変わったんですよ。はい、それはでも、なんで、何がセンスを変えられたんですか？セミナー参加して、はいはい。話聞いても、結局は、まあ、知ってることだと思う、先生ね。もういろんな、ノウハウマニアだったと思うんで。はいはいはい。はい、知ってる情報だっていうのが多かったかな。と思うんですけど、何が変えたんですか、先生を。まあ、一番はやっぱこう、はい、なんだろうな、普通が変わったっていうところで、まあ、そこにいる人たちっていうのが、なんだろうな、なんかもう普通に売り上げを上げてるのが当たり前だし、そこの一緒に話をしてる人たちが、そういう人たちなんで、まあ、それが普通なんだな、とか自分の常識をなんかどん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 変わってきたっていうのがまあ一番。で、なんかこの人たちでもできるんだったら自分もできるんじゃないかってやっぱこう感覚が狂ってくるんですよね。そうですね、なんかスーパースターみたいな人いないですもんね。で、まあ、あとは本当に直接自分が悩んでる、なんだろうな、もうその時悩んだことをすぐ解決してくれる。はい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 。なんで、なんか悩む暇がなくなった。それがやっぱこう悩んでうじうじしてる時間がなくなったのが、まあ、一番早かったですね。なるほどですね。僕の記憶では野口先生は多分懇親会とか二次会とか3次会まで勝手に行ってたんじゃないですか。そうです ね。僕二次会の途中で帰りましたけど。そうです、そうです。まあ、最後の最後までいろいろ教えてもらって、パソコン出して、PPC。教えてもらったりとかしてました。ね、なんかセミナーよりも懇親会メインな感じですよね、本当ね。そうですね。いや、間違いないです。いや、ちょっと間違っといてください。僕の一応セミナーメインに。ね、はい。どっちもですね。含めて。で、先生、まあそうやって参加してくれた時に、まあ状況を変え出したってことですけど、
まあ、やらせない数字的にはどうなっていったんですか。実際その受けた帰ってその次の時の月が130万。100万超えたんじゃ初めてですか。そうですね、だから気づいたら100万じゃなくても120も超えて。うーん、です。すごいですね。そうですね、びっくりしました。でもそれは133万ですね。いや、いい感じですね、うん、でも先生あれですよね、あの、ま、個人情報だからあんま言えないですけど、なんかこの半年で激変ですよね、本当にいろんな状況がね。そうですね、もう本当にやる激変で、うん、あのびっくりですね、本当、あの年末に父が亡くなったんですよ、うん、はい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 。で、まあ、その実際、まあ、やっぱり心配じゃないですか、父から見て子供が廃業するっていうの、うん、で、まあ、その亡くなる前とか、うん、その時ずっとだから看病してたんです、病院で、はい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 。その時もこう、なんだろうな、自分がその時ちょうど地震がやっぱそういうふうに数字が出てきて、できてたので、うんうんうん、父にもちょっと安心してる言葉をかけられた。っていうのは、なんかすごく良かったなと思って。うん、なるほどですね。まあ、だからまあそこはなんかまあ、うん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 、まあ少なからず、ちょっとでも安心させてあげれたのかなとは思います。そうですね。でも間に合ったかどうかわからないけど、良かったですね。でもそういう姿を最後見せれてね。うん、そうなんですよ、うん、本当に本当そこは良かったなと思います。まあ、ね、親孝行ね、ほんま親いてる間しかできないので。そうですね、まあ、よかった。それは本当に良かったと思います。はい、うん、まあ、先生その基準値が変わったことによって、うん、実際こう、まあ、普段の治療院経営で具体的にこれをやって変わったっていうのが、まあ、たくさんあると思うんですけど、1個挙げるとしたら、こういうことしてすごいこれが変わって売り上げ上がったよってあります？はい、そうですね、まあ、一番は、まあ、新規からの売り上げが伸びたっていうのが一番だったんですよ。で、まあ、そのやり方としてが回数券とかその料金表の提示の仕方を変えたっていうのがもうダントツでそこは出て。どういうふうに、何をどう変えたんですか？何を意識したのか？まあ、今までは、なんだろう、まあ、まあ、1回の単価の料金、6回券、18回券、24でしたっけ、6とか、まあ、3つ並べとって、まあ、それこそ松竹梅っていう、真ん中買ってくれればいいなってしたんだけど、全然真ん中売れないんですよ。大体6回券みたいな。売れてもですね。で、やったんですけど、見せ方をもう、6回券とか単回とかを見せずに、もう、最初からこれですよっていう。あなたは、まあ、何回治療してやからどうですよ、これですよっていうのを見せていって、普通に何も話をせずそれが売れるようになったっていう。なるほどですね。じゃあもう本当になんか、相手にとっての提案に変わったわけですね。そうですね。不思議ですよね。なんか自分の売り上げのために提案したら売れないけど、相手のために提案したら売れるっていうね。そうです、そうです。ま、当たり前のことなんですけど、その当たり前ができないですもんね、本当に。いや、そうですね、本当にそう思います。なるほどですね。ありがとうございます。先生ね、はい、実際こうメソッド入られて、まあ、きっと周りのね先生、まあ、いろんなセミナー仲間もいてると思うので、いろんな話を聞くと思うんですけど、はいはい、僕のこのメソッドと、ご自身で一回行かれたりとかね、聞いたりとかしてるセミナーと、この違いって何だと思います？まあ、一番は、僕が感じるのは、こう、コピーを作るような、こう、うん、セミナーなのか、その人自身の、なんだろうな、いいところをこう伸ばしたりとか、引き上げていくようなメソッドかのが、まあ、まあ、前川先生のところのメソッドやなってのは思いますね。なんかそういう違いかなと思います。なんか、とりあえず、その人みたいになりたい。決まった形の。ってのだったら、やっぱこう、よくあるコンサルなんですけど、前川先生とか、まあそうじゃなくて、その人のこう、特徴やったりとか、良さをこう伸ばしてくれる。セミナーやなーってのはすごく感じました。なるほどですね。うん、すごいですね、僕。いや、本当ですね。で、まあ、11やったかな。11、12、1、2と。
まあね、2月ちょっとバタバタ全然来られなかったですけども、うんうん、約4ヶ月、はい、参加されてると思うんですけども、なんかこう、この4ヶ月の中で思い出って何かありますか？思い出ですか？大月さんが400万のロレックス買ったことですかね。なるほどですね。あ、でもその日ですね。だからその後、あっこ行って、あーバーベキューして、ごなよなセミナーして。はいはいはい。あれはめちゃめちゃ楽しかったですね。面白かったですね。はい。次の日めっちゃきつかったですけど。もうやばかったですね、あれね。本当ですね。でも400万の時計買う瞬間にね、付き合うっていうのもなかなかないんでね。いや、本当あれでもすごいですね。いい体験でした、本当。でももう、もう回収したわ、言ってましたよ。すごいですね。さすが。すごいですね。やっぱ投資も大事ですね。いや、大事ですね、本当にね。まあ。あれですね、本当やっぱ投資しないと変わらないなって思いました。いや、本当ですよね。まあ、またね、まだ4ヶ月なんで、まだまだ一緒にね、過ごす期間はあるので、ぜひまたもっとね、はい、面白い思い出をたくさん作っていけたらと思うんですけども、最後にこう、一言何か、今、ね、ちょうど当時の先生ぐらいの方、売上50万前後で、まあ、頑張ってるけど、芽が出ない方って たくさんいてると思うんですよ。そういった方に向けて何か一言いただけたらと思います。まあ、多分、悩んでる方は多分分かってるとは思うんですけど、うん、やっぱこう、どっかで自分自身の諦めだったりとか、うんうんうん、もう一人じゃダメな時はもう絶対ダメだし、うんうん、時間の無駄だと思うんで、うんうん、もうやっぱどっか思い切って決断するっていうのが一番大事だと思います。うんうん、もうそれはいつのタイミングでもいいけど、うん、やっぱ早いに越したことはないってことは、自分に言い聞かせたいですね。うんうん、なるほどですね。そうですね。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあですね、まあ、今、130万突破ってところですけども、まあ、これ止まることなくですね、どんどん150、はい、200と言ってもらえたらと思います。はい。先生、最初出会った時の目標っていくらでしたっけ？もうちょっとで200万いきます。あ、言ってください。最初に200でしたっけ？200です。あ、OK。いや、最初、そうですね。もう、最終的に200、もうすぐ200いきます。OK、わかりました。はい。じゃあぜひ、2、3ヶ月後また200行ってもらって、またね、対談できたらと思いますので。はい。はい。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。